えー、で、皆さんもぜひご感想ください。今日ね、僕、だから、要するに自分のスタジオであの、レコーディングスタジオが自宅にあるんですよ。でそこで、うんえっと、レコーディングするような体勢で、自分のマイクで、自分の,その、えっと、レコーディング機材であの撮ってるんですよ。 変ですよ。いつもここで歌を歌ったりとか、楽器を取ったりしてるのに、うんうん、こう、てーとか言ったりさ、<laughs> 原稿、<laughs> 原稿載せてるのが譜面台なんですよ。譜面台に載せてるんですよ。<の>はい。で、あの、目の前にもあのキーボードがあったりとかですね。あのね、さっきほら、えっと、ジーン・ライトチャレンジの、えっと、うん、僕とみっこデュエットバージョンの話したじゃないですか。で、それが、はいはい、えっと、 ミュージックビデオで一応だから出てるわけですよ、YouTube で見られるんですよ。うん、で、そこに映ってるのが、今日あの b 1 0を収録してる僕の今のスタジオだったりもします。<ー>で、あれはね、えっと、機材っていうか、パソコンとかの方にえっに、と、スマホを置いて、で後ろ、僕を通して僕のバックが見えるんですけど、バックは CD 棚と本棚なんですよね。うん、だからちょっとスタジオな感じしないと思うんですけど。<laughs> <laughs> あのその他の角度には機材がたくさんありまして、ですね、うんえー、そんなふうになってますでみんなね、多分そうすると、CD 棚の中が気になるとか言い出すんだけどね <laughs>、ビートルズの本はどれぐらいあるのかとかチェックしようとかね、そういうことやめてくださいね。<laughs> え今度つか、つかんで一つかみして持ってきてくだ一つかみね、棚から一つかみして。<laughs> <laughs> ちゃんとビートルズ見えてるかなとか思って、後から心配になりましたけどね。なんだあいつ全然ビートルズの CD とかないじゃんかとかね。ソロは揃ってねえじゃんかとか。ビーチボーイズの方が多いととか言われたらどうしようかとか。<laughs> <laughs> あまあそんなあ動画もありますので、ぜひご覧になってください。